2011年3月11日、東日本大震災発生。未曾有の大災害は太平洋沿岸一帯、そして宮城県内各地に甚大な被害をもたらしました。震災から10年が経過し、JA グループ宮城は全国の皆様から多くのご支援をいただきながら、一歩一歩着実に復旧・復興してきました。JA グループ宮城は震災発生直後に東日本大震災災害対策本部を設置し、直ちに復旧に取り組みました。11月には震災復興大会を開催し、早期復興に向けて団結しました。全国の JA グループで結成された支援隊がボランティア活動に訪れるなど、共同の力を実感しました。震災から1年が経過し、被災した JA では農業施設の新設や特産品の出荷再開などが本格化しました。キリン絆プロジェクトによる農業機械の提供など、外部からの大きな支援も受けながら、一歩ずつ着実に復興への歩みを進めました。震災から2年が経過し、被災した水田での作付けやいちご団地の完成など、被災農地で営農の再開が進み、 JA マルシェで被災地の新米や農産物を販売するなど、販促活動も本格化しました。 JA グループの支援隊によるボランティアなど、息の長い支援のありがたさを実感しました。JA では産地復興に向けた6次化商品の開発や特産品の販促活動など、農業所得の増大に向けて取り組みました。また担い手経営体支援チームが発足し、被災 JA の支援体制が整いました。農地や施設といったハード面の整備はもちろん、青年部による炊き出しなどの被災者に寄り添ったソフト面の支援を継続的に展開しました。大きな被害を受けた JA 南三陸に待望の本店志津川支店が新築移転オープンし、業務を開始しました。宮城米新品種の名称が伊達政宗に決定し、復興のシンボルになるようにと願いが込められました。 JA グループ宮城は2016年4月に発生した熊本地震の被災地に支援隊を派遣し、共同の力を発揮して被災ハウスの復旧やさつまいもの定食作業などを行いました。2017年は被災した沿岸部を走る東北・宮城復興マラソンが JA グループの特別協賛により初開催され、復興した姿を全国のランナーに届けました。2018年度には被災地で集落営農を組織して農地の再生に成功した仙台市の井戸生産組合が日本農業賞大賞を受賞しました。2019年、県北部の5つの JA が合併して JA 新宮城が誕生し、翌年には消費者の冷蔵庫をテーマに元気くん市場仙台南店がオープンしました。農業の担い手不足に対応するためのスマート農業の普及が県内 JA でも徐々に進みました。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われましたが、さらなる創造的復興に取り組み、
明るい農業のビジョンを展望しています。経営グループ宮城の代表を務めております高橋です。2011年3月11日に発生した地震と津波は本県農業に甚大な被害をもたらしました。当時私は気仙沼市南三陸町を管轄する JA 南三陸の組合長という役職にあり、一瞬にして平穏な日常が目の前で崩壊し、農地や家屋を失ったあの光景は今も決して忘れることはありません。震災からの10年の間、私ども JA グループ宮城は、宮城の復興は農業からを合言葉に、復興に向けて組織一丸となって取り組んでまいりました。その中で何より私たちが勇気づけられたのは、全国の JA グループをはじめとした多くの皆様からの物心両面にわたるご支援でした。特に3000名を超える全国 JA グループ支援隊による猛暑悪天候の過酷な現場での瓦礫やガラス破片の撤去、パイプハウスの組み立てなどは、営農・暮らし再開への大きな力となりました。これまでの心温まる継続したご支援に対しまして、改めて感謝と御礼を申し上げます。現在では被災農地の復旧工事、区画整理等も完了し、ほぼ全ての農地で営農可能となるまで復興が進みました。復興を基とした農地集約による大規模農業生産法人の出現、大型ハウスを利用した施設園芸など、新たな農業形態も誕生し、未来を見据えた創造的復興が実現しつつあります。今後も皆様への感謝を胸に、さらなる飛躍に向け、組合とともに農業と地域の未来を考え、力強い農業づくりと地域活性化に邁進してまいります。